私はゴーマに看病されたのか。未熟、未熟、なんという失態だ。この罪を償うには、お許しください、アルトリウス様。これはメルキオール様の更新精鋭術。メルキオールに血脈をたどらせてみれば妙なことになっているようだな。アルトリウス様、この失態は。顔を上げなさい、エルノ。お前に同志の特命を授ける。同志の特命。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス聖霊本部に回収せよ。なお、この特命は特等タイマシ以上の機密事項とする。あの聖霊を守って王都に連れ帰れと。しかも内密に。あくまず器になれたのは好都合だ。ですが、あの者は器である私の行動に干渉できるのです。聖霊が意志を持つなら、それを操れば済むこと。同志アルトリウスの名において、匿名完遂に必要ないかなる行動も許可する。ゴーマに従うことも含めてですか。そこまですると
あの精霊は一体。できないか。屈辱は所詮一時の感情。断りと意志こそが最悪を切り払う剣。この命はアルトリウス様の教えに従って使います。まもなく地脈が閉じる。以後は独自の判断で任務を果たせ。起きたな。具合はどうだ。問題ありません。あの、もうあんなことしないでね。痛いのは怖いでしょ。大丈夫、私はもう逃げません。僕はライフセット、よろしくね、エレノア。ええ、こちらこそ。逃げようとしたら、あんたの手足を食って動けなくするわよ。生きてさえいれば、器の役割は果たせるんだから。その必要はありません。私は、あなたとの決闘の前に制約をかけました。負けた場合、相手に従うという枷によって、自身の力を引き上げる術です。一度発動した制約は、自分でも解除できない。私は、あなたとの約束を守らざるを得ないのです。性欲ね。なら早速質問に答えてもらうわよ。聖霊はカノヌシを使って何をする気なの。もちろんゴーマを消し去ることです。開門の日から続く大災厄の時代を終わらせるために。具体的にどうやってゴーマを消す。願えばカノヌシがゴーマを皆殺しにするとでも言うのか。そこまでは知らされていません。カノヌシの祭祀は聖領でも機密事項で、メルキオル様が取り仕切っていることくらいしか。やっぱりカノヌシの正体を知るにはライフセットの古文書を解読するしかなさそうな。古代語を読めるっていうマギルーの知り合いに当たってみるか。サウスガンド領のイズルトに行けばそやつの手がかりがあるはずじゃよ。その前にここがどこか調べんだ。まずは人か集落を探すんだ。わからんことだらけで何とも頼りないな。それでも知ろうとしないとずっとわからないままだよ。おお、こりゃ一本取られた。こんな精霊もいるの。エレノア、あんたの役目はライフセットの護衛よ。相手が対魔師でも守り抜きなさい。逆らえば。わかっています。逆らえないと言ったでしょ。いい、ライフセット、エレノアが妙な行動を取ろうとしたらすぐに止めるの。でもエレノアは悪い人じゃないと思う。それに制約で約束は守るって。制約なんて嘘に決まってる。あれは命を懸けて使うようなもの。じゃあ複雑な儀式と試練を経てやっと完成するめんどくさい術じゃよ。言ったでしょ、あいつの目的はあんたを連れ去ることなの。女を見かけで判断しちゃダメよ。そうじゃぞ。というかそもそも悪者はベルベットの方じゃけどな。否定はしないわ。どうしたライフセット。女を見かけで判断しちゃダメって言われたんだけど、僕どうしていいかわからないんだ。それは男の永遠のテーマだよな、アイゼン。ああ、女という生き物は実に厄介なものだ。息をするように嘘をつけるのが女、女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる。
わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なこと教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたちを食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃのう。ま、そのめんどくささが女というものじゃよ。わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットはロクローたちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。え、感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、私は嘘が嫌いです。アイゼンやロクローの出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え、はい。ライフセットが俺たちのようにならないように、お前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。エレノアも見かけより気が強いよね。すぐに済ませるわよ。自分を鍛えて、ジルクラコンコが守る。ギエンレイカス攻撃客、影座る。ギエンレイカス、ギエンレイカス、ガンザンメスタイキン、影座る。ガンザンメスタイキン、ジルクラッカー、ギエンレイカス、影座る。ギエンレイカス、影座る。デッキロード、4のかっこいい。2の方、ガンザンメスタイキン、影座る。怪我はない？うん、大丈夫だよ。この石って、石なんか拾って、これ珍しい気がする。キラキラしてるのはキラ鋼かも。キラ鋼？虫？剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラ鋼の産出地ならここはエンドガンド領か、アイルガンド領か、どちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。聖領も大した人員を配備していないだろう。さすが海賊、金目のものと警備には詳しいな。追い立てられる危険は低いってことね。一つお手柄よ、ライフセット。うん。でも手は洗いなさい。うん。どうしたの、ライフセット？女の人が見かけ通りじゃないとして、男は見かけ通りなのかなと思って。そうね、男は単純な生き物だから。男は単純か。まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃの。どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。ほう、その口ぶり、お主の恋人はさぞや素敵な殿方なんじゃろうの。そうね。顔はどんなじゃ？背は高いのか低いのか？あんたに教える必要ない。いつもスイングドアの向こうにいた人ゆえ、足元しか見たことなかったとか言うまいな。あ、図星かい。素敵な片思いじゃの。その話読んだことある。確か足だけおじさんっていう小説。へえ、そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して暇になったら読むわ。あ
僕が聞きたかったのは、男が見かけ通りかどうかなんだけど。あんた、ちょっといい？刀斬りの仲間か？は？来るな！俺が悪いんだ！謝りながら切りかかるな！サンドジャパイン！レコーディング！ハッカッサッ！チエネイテル！カゲスバル！サンドジャパイン！ヨンの肩！カゲスバル！遅延冷却参ります。奥義ファイヤルヘレン遅延冷却ヘレン。切られた。皇后様、命だけは勘弁してくれ。だから話を聞きなさいって。怖がらないで。この人は大魔師だよ。あ、私は一等大魔師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かに大魔師だけど、なんで大魔師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか？できれば港の場所も。どこって、アイルガンド領のカドニクス島だ。この警告を進めば港に出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀斬りってのは何だ？ああ、最近この辺りで暴れてるゴーマでな、剣士ばかりを狙ってその刀を叩き切るんだ。一刀対魔師まで何人もやられてる。だから刀斬りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな、盗んでやろうと住処を探してたら襲われちまったんだ。異国の技物。あんたも気をつけた方がいい。背中の王たち、刀斬りに見つかったらやばいぜ。ああ、やばそうだな。しかし、ゴーマ相手に盗みを働こうとは自業自爆じゃな。バカすぎたよ。きっとこれを機に足を洗えということです。ゴーマに殺されなかった幸運な命をもう悪事で汚さないでください。船と合流する。港を探すぞ。探索船。その古文書、あなた読めるの？ううん、いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから。エレノアは読めるの？私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい古文書をどこで？それはオートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。意外ですが、精霊は読書好きなのですね。ビエンフーもしばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ、何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだですか？ビエンフーも本が好きなの？イエース、本は素晴らしい知識を与えてくれまほからね。でも A ランクの僕が読む本はライフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもですけど。好みの人間女子を口説いて器にする方法、可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップ。ビエ、口説くってどういう意味？知らなくていいから。はい。とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります、ビエンフ。後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビエン、
ザン。六郎、なんか楽しそうだね。俺は夜叉だからな。夜叉、戦いの鬼神。ああ、切ってなんぼってゴーマなのさ。でも刀斬りは異国の刀で大魔師も倒したって。怖くないの？死ぬのがか？うん、死ぬのは怖くないが、生きたいとは思う。ん？切ることが俺の存在そのもので欲なんだ。それを満たすために切る、生きるなんてな。他者を切り殺すことが生きがいだなんて、ゴーマはどこまで行ってもゴーマなのですね。身も蓋もない言い方だな。しかし地上でキラ鋼を見つけるなんて珍しいよな。鉱物の産地とはいえ採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。もっと簡単な方法はないのか？ペンデュラムを使って地下水や金属のありかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング？ペンデュラムを地面に向けてぶら下げて、マギンポン、まじないを唱えると、あら不思議、先っぽについてある鉱物が金銀財宝やら地底湖やらをクンクンワンと嗅ぎ当ててくれるのじゃ。眉唾ね。占いと同じで、当たるも八卦、当たらぬも八卦。山氏の名には博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダの奴は武器に使ってるんだ？奴は戦闘中、風で振り子の軌道を制御していた。無知や縄よりペンデュラムの方が風で操りやすいんだろう。なるほどな。面白い技を考えたもんだ。そしてもう一つは自身の力の強化だ。精霊には大きく分けて治水家風、四つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算を。ペンデュラムが精霊の力に反応するなら、ダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、あながちバカにしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、戦いに関しては緻密で計算高い。小難しいことを考えて武器を使っておるんじゃの。お前は考えてないのか？考えておるわい、愛しき人の方。あんたは何も考えず、ただふざけてるだけみたいね。
敵よ。その刀、セーランか。異国の技者を振るうゴーマ、あんたが刀斬りね。問答無用か。言語道断、こんにゃく問答、音的退散じゃ。だんだんとしまった。何もせよ。霊視解放。ただなすものに秩序をもたらせ。バインドオーダー。影すばる。暴れ黒飛びしまった。重ねかけろ。僕が守る。捕らえられない。誰以外だ。ライダーゴー。いけるぞ。僕の肩を守るぞ。あんなん入って逃げた。この俺だ。ディエン連脚。どの肩を捕らえられない。影すばる。誰も。ディエン連脚。重ねかけろ。ライダーゴー。ガンザンメッチマイチン。ガンザンメッチマイチン。僕が守る。はぁ。山田の王。なんて固いやつ。任せろ。来い。意外があるぜ。六王。邪魔をせんな。仲間を殺す気ですか。ならあんたを殺す。すまん、つい熱くなった。知っているやつなのか。刀だけな。あれはセイランって刀だった。セイラン。なんだっていいし、刀に用はないわ。港に急ぐわよ。ライフィゼット、さっきは悪かったな。僕、六郎がやられると思って。わかってる。あれはお前の意思だったんだよな。うん、だと思う。ならいい。俺も手を出すなとははっきり言わなかったからな。次にああいうことがあったら必ず言う。助けちゃいけないの？死ぬかもしれないのに。そうだ。どうして。俺にもよくわからん。え？俺にはどうしても切りたいやつがいる。そいつを切りたい。そいつに勝ちたい。そのために剣の腕を上げなきゃならん。勝ちたい人。剣の勝負でな。あいつに勝つためなら何だってする。どれだけ血を流そうが、命を落とそうが、人の心をなくそうが、そう思い続けてるうちに本当に人間じゃなくなっちまった。なんでそんなに勝ちたいの？それもわからん。ゴーマだからそうなのか、そんなだからゴーマになっちまったのか。とにかく命より大事なことなんだ。命よりも。けど助けてくれたことは恩に着るよ。死んじまったらあいつを切れないからな。うん、今のが命の恩人にかける言葉ですか。何がだ。俺は本当のことしか言ってないぞ。それになぜお前が怒る。おかしいとすら思わないとは。やはりゴーマですね。ああ、ゴーマだ。聞いた覚えがあるんじゃがな。
エレノア、さっきは助けてくれてありがとう。私は命令通りあなたを守っただけです。命令通り？もちろん命令されなくても誰かがゴーマに襲われていたら助けますけど。お綺麗なことね。思い出した。な、何をよ。世にも悲しいセーランの由来王者よ。さて、お立ち合い。それはいつ誰が撃ったのか知る者はおらぬ。じゃが誰もがその切れ味を認める太刀があった。その博士は猛獣のごとく叫び声を上げ、山をも吹き飛ばす嵐を呼んだ。この世に二つとないその太刀を人は神の刀、神刀と称えた。神の刀、それがセーランですか？話はここからじゃ。さような神刀に魅せられた男がおった。名は黒金、希代の才を持つ刀鍛冶じゃ。そやつは心血を注いで神刀を超える刀を打とうとし、自らの刀にセーランの名を与えたという。叫ぶ嵐を制するという意味じゃな。すごい刀はできたの？いいや、黒金は何十度も神刀に挑んだが、その数だけセーランはおられ砕け散った。絶望した黒金は神刀の持ち主に首をはねられたとも、自ら命を絶ったとも言われておる。もう何百年も昔の話じゃ。じゃが奴の神刀への恨みはセーランと共に今も生き続けているとかいないとか。何百年も続く恨みか。よくある怪談話ですね。さっきの刀も何者かが命を真似ただけかもしれません。かもな。じゃがもしあれが本物のセーランなら、わしらは枕を高くして眠れんぞ。なんで？黒金が倒したかった神刀こそ、俺の生まれた蘭月家に代々伝わる太刀、ゴーランだからな。野郎がまた襲ってくる可能性があるわけだな。急ぐぞ。セット、ちょっと。何？命令じゃなくても助けるなんて言葉真に受けちゃダメよ。大魔師は精霊を物としか思ってないんだから。でも助けてくれたのは本当だから。恩を感じるのは仕方ないけど、あんまり嬉しそうな顔をしないの。ごめん。謝ってほしいわけじゃなくて、あいつにはこっちの警戒が鉄壁だって思わせておきたいの。いくらあんたと親しくなっても私の方が優先だって意識させたいわけ。どうすればいいの？つまり、わかりやすく言うと、私を1番、エレノワは2番にしなさいってこと。わかった。ベルベットが1番で、エレノワは2番。そう、私が1番。って何言ってるのよ私。大丈夫、ちゃんと分かったよ。そうじゃなくて。食台？なんでこんなところに？あ、もしかすると昔王様のお墓とかで使われた洞窟浴かもしれない。本で読んだんだ。確か熱に反応する鉱石を利用した仕掛けだったよ。熱に反応するのね。つまり。切り替えがありそうだ。捕らえられまい。
先に進もうぜ。無念。おいおい、面白いゴマだな。刀より体の方が硬いってか。こいつはシグレ様。星稜に二人しかいない特等隊魔士です。特等、メルキオールと同格か。おう、エレノアじゃねえか。なんだお前、ゴーマに捕まったのか。それとも裏切ったか。あ、私は、まあどっちでもいい。好き勝手やってる俺が言えた義理じゃねえわな。しかし今日は当たりだった。まさかセーランに出会えるとは思わなかったぜ。シグレ、なんかすっごく睨んでる子がいるわよ。無視しちゃかわいそう。悪い悪い、昔から弟をいじめちまうのが癖でな。なあ、ドクロ。弟？変わらないな、シグレ。バカ野郎、めちゃくちゃ強くなってるっての。そっちこそ相変わらず俺を切るなんてできもしないことを考えてんのか。六郎が勝ちたい人ってお兄さんなの。こっちもあの時の俺じゃないぜ。おお、お前ゴーマになったのか。そりゃ面白い。だがよ、結果まで変わるかな。俺の真打ちに影打ちを折られてしょんべん漏らしたあの時とよ。こいつは俺が切る。ライフセット、今度は手を出すなよ。うん。何年ぶりだ、お前と切り合うのは。死んで後悔しろ、あの時俺を殺さなかったことをな。残酷フンピ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 フンどの方を進展。うん、はい、左星進展。よいしょ、投げなきゃやるじゃねえか。ヤマダマロ残酷。うん、二の方、ケメマン来い。さすがゴーマだ、悪くねえ。だが、ここまでだな。六郎！え？体が勝手に、邪魔するな！勝負はこっからだ。おお、今度は折れねえか。今日はここまでだ。しぐれ！流行るな。
今のお前が強い刀を持ったら面白いと思ったのさ。そこのじいさんに撃ってもらえ。で、もう一遍やろうや。じいさん？そのゴーマはね、黒金っていうのよ。セーランの刀鍛冶。この先のカドニクス港で待っててやる。俺を倒さねえと島からは出られねえぜ。勝手なことを。気に食わなきゃかかってきな。せいぜい精進しろよ、ゴーマども。シグレ様、私は匿名を。ああ、エレノア、お前マジで裏切りやがったんだな。次に会ったら叩っ切る。やろう。まだ本気を見せてないぞ。けど全員でかかれば。無駄だ。だが策はある。どんな手だ、黒金。ついてこい、六郎。ベルベット、六郎追わないの？あいつの戦いよ、私には関係ない。だが船着き場にはしぐれが陣取っている。イカれた野郎だが、俺たちを見逃すような間抜けとは思えん。その通りです。しぐれ様は剣技ならアルトリウス様をもしのぐ最強の剣士ですから。猫に睨まれた袋のネズミじゃな。黒金は何か考えがあるみたいだった。わかった、それを聞いてみましょう。しぐれが連れてたあのデブ猫、何なの？ムルジムのことですね。あんな見た目ですが、れっきとした精霊です。それで？それでって、精霊としての能力の話ですよね。話したくないとか虚偽ではなく、あの精霊のことは名前以外の情報はありません。特等対魔師でありながら、しぐれ様は精霊術を使わずとも対魔師やゴーマと渡り合えるほどの武人。しぐれ様が術を放つところを見た者はおらず、ムルジムは精霊七不思議の一つとされているのです。精霊七不思議。ムルジムの能力は愚か、しぐれ様がムルジムと契約した経緯すら知る者はいません。バッと、僕は知ってるでふよ。え、これはトップシークレットなんでふけど、ムルジムはとっても面倒くさがり屋で、毛づくろいと飲み取りを条件にしぐれ様と契約したんでふよ。それで？ああ、あとこれはナイーブな話でふけどね、デブじゃなくてぽっちゃりさんでふよ。敵でふけど女の子同士なんでふから、傷つけあっちゃダメでふよ。他には？あの太眉は精霊界では憧れの個性でふね。もうすぐつけ眉が商品化されるとぽっぱらの噂でふ。あの強さに精霊術が加わったら。どういうつもりなの、エレノア。特等対魔師に切りかかるなんて。あれは、ああしなければ六郎が殺されると思ったからです。ゴーマのために仲間をやるつもりだった。思わず体が動いてしまったのです。自分でもお人よしすぎると思います。お人よしというよりバカね。あんたはライフィセットの護衛、余計なことはしなくていい。仲間の命が危なくてもですか？そうよ。よほど大事なのね、この子が。わかりました。ライフセット、次はちゃんと止めなさい。
こいつは何するかわからないんだから。うん、ありがとう、エレノア。僕のしたこと内緒にしてくれて、あと操っちゃってごめん。仲間を大切に思う気持ちはわかります。あのゴーマたちがおかしいんです。でもベルベットだって大事に思ってると思う、弟のことは。それがあなたが一緒にいる理由？それはわからないけど。この子を確保するには知る必要があるわね、この一行の事情を。